世界金融危機とは2007年9月から顕在化したサブプライム住宅ローン危機を発端としたリーマンショックとそれに連鎖した一連の国際的な金融危機である。これが引き金となりグレートリセッションがもたらされた。年表についてはサブプライム住宅ローン危機の年表を参照。2007年9月15日サブプライム住宅ローン危機による取り付け騒ぎ。 イギリスバーミンガムのノーザンロック銀行の支店2007年の時点では不動産バブルの崩壊が問題とされていたがバブル崩壊の影響で銀行や基金が破綻をしたため金融機関が問題とされさらに2008年には金融システム全体の問題に対処しなければならなくなった欧米を中心に世界各地へ 連鎖的に広がり、その規模と速度は1930年代の世界恐慌を上回った。最も深刻だった2008年、第二四半期から2009年第一四半期には、世界の資本移動の90%が消滅し、富裕国の資本移動は17兆ドルから1.5兆ドルへと減少した。貿易にも影響し、 世界貿易機関が統計を集めている104カ国のすべてで輸出入が減少した。2009年、第2四半期の国内総生産は国際通貨基金が統計を集めている60カ国のうち52カ国で縮小した。全世界の失業者は2700万人から4000万人に達したと言われる。2009年時点の銀行の損失推計はアメリカ1兆ドル。 ユーロ圏8000億ドル、イギリスは6000億ドルだった。当時のイギリスの GDP は、ユーロ圏の23%相当でありながら、金融センターであったため損失が多額となった。各国は、従来の枠組みを超えて強調した。G20 では、それまで財務省、中央銀行総裁会議を開催していたが、さらに首脳陣の会合として2008年11月に、 G20 サミットが始まった。中央銀行では、アメリカの連邦準備制度を中心として、通貨スワップ協定が拡充された。国際通貨基金は2008年から求めに応じて、支援を行い、さらに融資拡充をした。それまでの金融規制の不備が明らかになり、バーゼル銀行監督委員会では、銀行の国際業務の規制が進められた。会計監査制度も、 危機の原因になったとして、批判を受け、会計基準や、監査基準も変更された。当時は、大きすぎて潰せないという言葉が象徴するように大手、金融機関の救済が優先されており、住宅ローンの債務者の救済が不十分だった。2009年の実質 GDP 成長率。茶色は、景気交代の地域を表す。 危機への対策によって2009年にはアメリカでは景気回復が起きたが経済格差が拡大した。ヨーロッパでは金融危機後に銀行の資本増強が進まなかったため2010年に国債が元でユーロ危機が起きた。金融危機対策や IMF 支援の条件として緊縮財政を進めた各国では国内で経済的困窮や社会不安を招いた。 世界各地で抗議活動が起き、政権交代や国際機関からの離脱、地域紛争の発端にもなった。ウォール街を選挙せよと呼ばれた抗議デモは、同様の活動が900以上の都市で開催された。イギリスでは、国民投票によって、欧州連合離脱が決定した。ウクライナとロシアの間では、クリミア危機、ウクライナ東部紛争が起きた。金融危機の原因や、 対策の評価についての研究が続いている。危機の発生や拡大には、住宅ローンの証券化、低金利政策、シャドーバンキングシステムなどが関わっていた。最大の原因は、住宅投資の減少であり、そのもとをたどると、住宅ローンに投資した人々の債務増加に至る。特に、サブプライムローンでは、返済能力を無視した貸し付けが以前から問題となっており、 貸し倒れが増えたことで、債務損失が増幅し、バブルが崩壊した。金融危機の当初は、経済学者や、政策立案者は、債務者よりも、銀行の救済を優先していたが、その後の研究では、家計債務を減免した方が、金融危機の回避に役立ったというデータが集まっている。冗談より、ナスダック、ダウ平均株価のローソク足 フェデラルファンド金利誘導目標、米国債10年物利回り、日本円、アメリカドル、ユーロ、アメリカドルの月末治水1970年代のアメリカから住宅ローンの証券化が始まった。これは地域金融の弱点である各地域のリスクを補うために考えられ、国策会社である政府支援機関によって進められた。地方銀行は 地域のリスクから守るために、住宅ローンを証券化して GSE に売った。GSE は証券化された住宅ローンを買うために、プールした住宅ローンを担保にして、再建を売った。これが不動産担保証券であり、GSE に多大な利益をもたらした。GSE の発行ではないプライベートラベルの MBS も1990年代に急増し、 質の低いローンを証券化する方法として、トランチングが考案された。トランチングとは、住宅ローンを細分化し、リスクが異なる再建に分けて、ローンに対する優先順位を定める方法を指す。トランチングが繰り返されて、大量の MBS が作られ、安全な証券として投資家に販売された。投資家はリスクが低いと考え、格付け機関も保証していたが、実際には、 質が低くリスクの高い住宅ローンから作られていた。2000年にドットコムバブルが崩壊し、インターネット、情報技術関連企業の上場が多い、ナスダック市場は暴落して、2001年、第2四半期から、アメリカの GDP が3四半期連続の、マイナス成長となった。失業率も増加を続けて、アメリカの財政赤字は拡大した。 FRB は2000年末から利下げを繰り返し、ジョージ・ W ・ブッシュ政権は大規模な所得減税を行った。この結果、アメリカ金融市場で最も低金利の時代となったが、当時の FRB 議長だったアラン・グリーン・スパンは、低金利政策が誤りだったと後に認めている。言論が2001年に粉飾決算で破綻した後に、金融機関への規制強化が検討されたが、 実施されなかった。規制が強化されなかったため、口術のシャドーバンキングが急拡大した。世界金融危機の大きな要因となった、金融ビジネスは、非銀行金融仲介機関である、シャドーバンキングシステムであった。シャドーバンクに含まれるのは、マネーマーケットファンド、特別目的事業体、資産担保、コマーシャルペーパー、投資銀行等のレポ取引、ヘッジファンド、 証券会社、証券化商品発行体、そして個人向けのファイナンスカンパニーなどである。シャドーバンクの資産額は、危機以前の10年間に特に増加した。監督や規制を受ける銀行に属さないないために、リスクの高い取引が拡大した。シャドーバンクの中でも MMF は、MBS の発行や証券化に関わる重要な投資家として、 基幹投資家が資金を供給した。ブリックスを中心とした、新興国の経済発展を背景に、エネルギー需要、食料需要などの資源需要が高まり、原油価格が上昇した。産油国の利益は、欧米の基幹投資家へ流れ、基幹投資家の資金運用がアメリカに集中した。この時、先の低金利政策と、シャドーバンキングシステムを通じた。 証券化を促進する規制緩和が相まってサブプライムローンを中心とした信用拡張が行われた。ABCP 市場は6500億ドルから1兆ドル市場に成長した。アメリカのサブプライムローンは2004年から2006年にかけて大幅に拡大した。アメリカでは円論ンンと類似の事件を防ぐために GSE のフレディマックとファニーメイが バランスシートを縮小した。その影響で住宅ローンに民間業者が参入し民間業者が導入したサブプライムローンは住宅価格の上昇に後押しされて2003年以降に急拡大をした。サブプライムローンでは契約内容を理解できていない借り手に対して返済能力を無視した貸付が横行した。これらは 略奪的貸し付けや忍者ローンとも呼ばれて問題となった。しかし、住宅価格が上昇する局面では、継承は書き消された。2004年6月30日の連邦公開市場委員会から政策金利は引き上げに転じた。2004年から2006年にかけて、アメリカでは住宅ブームが生じ、定理の二段階変額ローンにより募集された。 不動産担保ローンが大量に蘇生された。少なからぬ利用者が住宅価格の上昇の恩恵を受けた。この住宅ローンの個別再建は欧米の主要銀行が SPV などを利用して MBS に証券化した。MBS は氷回りの金融商品として世界各国に販売された。格付け機関のムーディーズやスタンダードプアーズは MBS に トリプル A の格付けをして信用を与えたが、これらの格付け機関は選出基準が不透明だった。さらに格付け機関は商品リスクを知りながら高い格付けを与えていたことが、後に議会の調査で明らかになっている。貸し倒れに対する保証としては、クレジットデリバーティブやクレジットデフォルトスワップなどの金融商品が利用された。レバレッジも 危機拡大の一因となった。アメリカの大銀行が倍率を横ばいさせていたのに、対して、アメリカの最大投資銀行は2007年に25倍を超え、欧州の大銀行は2008年に35倍を超えた。ABCP の発行残高で、欧州はアメリカを上回っていた。米国財務省による不審取引報告分析に見る。 住宅ローン詐欺の増加サブプライムローンは借り換期の4年目以降に急激に金利が上昇するため当初から危険性は指摘されていたバブル経済の研究で知られるチャールズ・キンドルバーガーは晩年は不動産市場に注目していた2002年のウォールストリートジャーナルのインタビューでキンドルバーガーは銀行が揃って 住宅担保ローンを売ろうとしており、危険な兆候だと語った。ラグラム・ラジャンは、規制緩和や証券化によって、金融機関のリスクが上昇し、また複雑化しているという事実に気づいた。ラジャンは研究の成果を、金融の発展は世界をよりリスキーにしたかという論文にまとめ、2005年のジャクソンホール会議で、発表したが、多くの徴収には支持されなかった。 他にも懸念を表明するエコノミストがいたが、状況を変えるには至らなかった。連邦倒産法の専門家であるエリザベス・ウォーレンは、金融機関の作取的な貸し付けを研究しており、上院議員のバラク・オバマは2004年から、ウォーレンの研究に注目する。ウォーレンは、住宅ローンの危険性を指摘し、消費者保護のために消費者金融庁の設立を提案し、後に、 オバマ政権に参加することになる。ブーム3年目にかかる2006年1月頃から、住宅価格の陰りが見え始め、不動産担保証券の貸し倒れリスクが注目され、始めた。サブプライムローンの債務者の一部は、住宅価格の上昇を見込んだ返済計画を立てていたため、住宅価格低下の影響で、リバライ滞率が急増した。債務者の延滞が顕著になると、 サブプライムローンの直接の貸し手である住宅金融専門会社に対する金融機関の融資が慎重になり住宅金融専門会社では資金繰りが悪化して経営破綻が出始めたサブプライムローンは貸し倒れの危険を分散させるために分割証券化されて金融商品に組み入れられていたため金融商品そのものに対する信用リスクが連鎖的に広がった リスクを警戒し2006年から住宅ローン売買を減らした投資銀行もあったが問題の解決にはならなかったサブプライムローンの証券化はアメリカ国外から資本を集めることを目的としておりヨーロッパの金融機関が関わっていた2000年代にヨーロッパ系銀行の国際業務は拡大しドルで借りてドルで運用する取引が8兆ドルを超えたこの取引で ドルの資金調達のリスクを抱えることになった。ヨーロッパ系銀行は2006年には新規の不動産担保証券の30%を裏付けをしており、アメリカに現地法人を設立をしてサプライチェーンを一体化していた。上段よりナスダック、ダウ平均株価のロウソク足フェデラルファンド金利誘導目標、米国債10年り回り、日本円、 アメリカドル、ユーロ、アメリカドルの月末推移。住宅投資は2006年、第2四半期には17%下落した。2007年1月から不動産担保ローンの破産が顕著になり、5月にスイス最大の銀行 UBS がディロンリードキャピタルマネジメントを閉鎖した。6月の時点で、債務担保証券には国際流動性を期待できなくなっていた。 7月には特別目的事業体を通じて、駆土等に投資していた移行部ドイツ産業銀行が公的支援を受けた。8月はドイツの NRW バンクによる支払い停止やフランスの BNP パリバによる3つのファンド凍結などが相次いだ。BNP パリバがアメリカ証券市場の一部で流動性が消滅した。 ため、一部の資産評価が不可能になったという声明を出すと、危機の認識が広まり、10月にはイギリスで住宅価格が急落した。サププライムローンが下落を続けたにもかかわらず、アメリカの大手投資銀行は、サププライムローンから作られた角度の販売を続けた。格付け機関のムーディーズと S&P は2007年3月時点でも、 サブプライムローンの格下げを行わず、格付け機関は倫理的に破綻したとも表現された。資産担保証券も価格を下げて国際流動性を失い、これを担保とする資産担保、コマーシャルペーパーの借り換え発行も難しくなった。ABCP を母外勘定に出していた銀行は流動性を失った ABCP を保有することになった。 預金債務が膨張したので銀行と FRB は事後的な信用創造に励みそこで生まれた預金通貨は機関投資家によってマネーマーケットファンドやレポ債券に転換されたヨーロッパ系銀行は危機発生に先立つ数年間100以上の SPV のため直接または間接のスポンサーになっていたこれらの ABCP は 数千億ドル規模の ABS をアメリカ市場で販売していた。その流動性が2007年8月に失われると召喚するためにヨーロッパ系銀行は在米支店からドル資金を調達した。短期金融市場から調達された資金を引き上げられてシャドーバンキングは脆弱性を露呈した。アメリカを中心として会計基準には自家評価主義が採用されており、 サブプライム危機器が短期間で拡大する一因となった。自家評価では金融資産の減価は自己資本減少と機関投資家が発行する株式の減価に直結するのでその株式を保有する企業が発行する株式も減価となる。こうして負の連鎖が拡大した。サブプライムローン危機は少数の投資家にとっては利益をもたらした。2006年にアメリカで デフォルト率が上昇し始めた頃には、苦除の格付けに疑問を持つ者が増えた。そのため、サブプライムローン市場が破綻する方に、逆張りをする投資家が出て、利益を得た。全米経済研究所によれば、景気交代は、リーマンブラザーズ破綻の9ヶ月前である2008年1月には、始まっていた。耐久消費財や、自動車の支出下落。 大量解雇も銀行危機より早く起きており、しかも大西洋を越えたヨーロッパで影響が出ていた。2008年3月にベアスターンズの経営危機が明らかになると金融危機が世界的に報道され始めた。9月に入って政府支援機関のフレディ・マックとファニー・メイが実質的破綻に陥り、9月15日にはリーマン・ブラザーズが 連邦倒産法第11章適用を申請し、負債総額6390億ドルという、アメリカ史上最高額の経営破綻を起こした。さらにバンクオブアメリカによる、メリル・リンチの買収、保険会社アメリカン・インターナショナル・グループの国有化など、金融機関の再編が進んだ。2008年9月15日、連邦倒産法第11章を申請した。 リーマンブラザーズの様子9月のショックで、リーマンの決済銀行である JP モルガン・チェイス、シティグループ、バンク・オブ・アメリカは、レポ債券の追加担保を要求したが、貸し付けが打ち切られ倒産した。リーマンショックは、リーマン債を保有していた MMF を、元本割れさせた。9月19日、MMF 保険創設のため連邦政府が、 為替安定基金から最大で500億ドルを取り崩す方針が公表された。リーマン以外の生産ケースでも CDS は同様の状態であり、CDS の売り手となっていた金融持ち株会社、投資銀行、保険会社、ヘッジファンドなどは短期金融市場からの資金調達を金利の急騰に阻まれた。ヨーロッパ系銀行もドル建て流動性資金について、 同じ境遇であり、新興国経済から資金を引き上げた。この資金引き上げによって、中央、東欧、南欧にも、金融危機が波及した。2008年、第2四半期から2009年第1四半期には、世界の資本移動の90%が消滅し、富裕国の資本移動は17兆ドルから1.5兆ドルへと、減少した。2009年、第2四半期は、 IMF に GDP 統計を提出している60カ国のうち52カ国で GDP が縮小した。サプライチェーンが同期しているためにアメリカやヨーロッパの需要減少は各国に波及し、世界貿易機関が統計を取る104カ国のすべてで輸出入が減少した。世界の原油価格は76%下がり、産油国で財政赤字が続出した。 各国政府が金融機関を支援した主な方法には4通りあり、銀行への貸し付け、銀行の資本増強、資産買い入れ、銀行のバランスシートに対する国家の保障だった。2008年10月10日には G7 の財務省、中央銀行総裁会議、10月11日には G20 の財務省、中央銀行総裁会議が開催され、 共通の方針が5つにまとめられた。重要な金融機関の破綻を避ける。資本増強を支援する。銀行間取引の流動性を確保する。預金保険の整備。証券化資産の流通市場の再構築となった。ユーロ圏の15カ国は10月12日にパリで緊急首脳会議を開き、1兆8000億ユーロの銀行危機対策を決定した。 銀行への資本注入、銀行間取引の政府保障、不良債権の買い上げ、預金保護などが対策に含まれた。2008年から国際通貨基金の支援を求める国家が相次いだ。2008年10月のハンガリーに続いてアイスランド、ラトビア、ウクライナ、パキスタンが支援を受けた。2009年にはアルメニア、ベラルーシ、モンゴル、 ルーマニアが支援を受け、予防措置の貸し付けが、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、セルビア、ボスニアヘルツェゴビナに行われた。さらにアメリカ発案のフレキシブルクレジットファシリティが、メキシコ、ポーランド、コロンビアに提供された。IMF は支援の条件として、緊縮経済政策を求めたが、緊縮政策の受け入れが国内で対立を起こす場合もあった。 2007年にはヨーロッパのホールセール資金調達市場が不振であり、欧州中央銀行やイングランド銀行は資金を注入した。しかし注入できる通貨はユーロやポンドであり、ドルが求められていた。金融危機の間はドルの調達が困難であり、ヨーロッパ系銀行は資金調達に苦しんだ。FRB 議長のベンバー難規は、 ヨーロッパ系銀行がドルの資金調達を求めていることを理解し、FRB はドル建てのポートフォリオを維持するために2008年秋からドルで誘導性ファシリティを始めた。FRB による供与は、レポ取引、ABCP、MBS、通貨スワップなど、シャドウバンキングに関わるものに結びついており、内部関係者は契約についての難解な当事後をまとめて、 ホビット族と呼んだ。2008年9月18日には、日米欧の6中央銀行が、通貨スワップ協定による、大量のドル供給を開始した。その後、個別に、ドル資金供給を行っていた旧中央銀行を、含め、計15中央銀行が、ドル供給を10月末まで延長した。通貨スワップの協定によって、ドルユーロポンドの通貨危機は防がれた。 FRB は緊急支援に加えて、2009年には、ケイチと呼ばれる量的緩和もいった。FRB が受け入れた MBS の52%が、ヨーロッパを中心とする国外の銀行であり、FRB は、国外の銀行に対する最後の貸し手として機能した。しかし、FRB の2007年から2009年にかけての、流動性供給は当時は、 極秘とされ、2010年にドッドフランク法や情報公開訴訟をきっかけに公開された。FRB による拡充とは別に、他の地域においても金融危機対策として通貨スワップが行われた。ユーロのスワップ協定は ECB によってスイス、デンマーク、ハンガリー、ポーランドに拡充された。SNB はスイスフランのスワップ協定を締結した。 ブラジル・アルゼンチンや中国、韓国は自国通貨同士のスワップ協定を締結した。中国は他にも香港、マレーシア、ベラルーシ、インドネシア、アルゼンチンとスワップ協定を結んだ。アジアではアジア通貨危機の時に結ばれたチェンマイイニシアティブに基づいて複数国間の契約が実現した。2008年11月14日から15日の ワシントンサミットで G20 が金融安定化のための国際会計基準について声明を行った。対応を求められた国際会計基準審議会は会計基準を変更し、イアズ39号及びイフアーズ7号で認められていない金融資産の保有目的区分の変更を条件付きで認めた。この変更で適正手続きを取らなかったためにイアジブは 批判を受けた。サブプライムローンが証券化されて、急拡大した際、会計事務所の中にはそれらの金融商品が、投機的であると警告を発するところもあったが、危機の防止には至らなかった。世界金融危機の処理にあたっては、経営者や金融機関に加えて、監査法人も非難された。世論は監査の適切さを疑い、企業や金融機関は、 簡素法人が資産価値を過小評価したと主張した。2008年9月25日にブッシュ大統領が救済策を話し合った際、次の大統領候補だったバラク・オバマとジョン・マケインが出席し、いずれも緊急経済安定化法案に賛成した。アメリカのジョージ・ブッシュ政権は2008年に最大7000億ドルの公的資金を投入する法案の策定に着手した。 法律番号 HR1424 にあたり不良資産救済プログラムや緊急経済安定化法が作成された。事前に議会指導部と政府は合意しており、9月29日の法案成立は確実と見られていた。しかし、共和党の議員はアメリカの伝統的な自己責任の価値観に基づいて多数が反対票を選んだ。 このため予想に反して、ブッシュ大統領自身が属する、共和党の反対によって、会員で否決された。この日のニューヨーク証券取引所のダウ平均株価は、史上最大となる777ドルの下落を記録し、世界中でも信用収縮が起こった。恐怖指数の推移その後、緊急経済安定化法案は、修正を加え、10月3日午後1時に、 会員の民主党議員の74%、共和党議員の46%が賛成して可決した。しかし当日の米国株は5場急落し、翌週10月6日から10月10日の1週間は、世界の株式市場は大きく下落した。10月8日には、欧米の中央銀行が協調利下げに踏み切り、ヘンリー・ポールソン財務長官が、 金融機関への公的資本注入を示唆したが、株価の下落は止まらなかった。10月10日は、株価変動確率の激しさを表す、ボラティリティインデックスと呼ばれる指数が、1997年のアジア通貨危機の約38、2001年のアメリカ同時多発テロ事件の約45を上回って75を超えるなど、市場は混乱した。財務省。 FRB、連邦預金保険公社は、主な旧銀行への公的資本注入を検討し、13日の銀行との会合で承認を得た。製造業大手では、クライスラーとゼネラルモーターズが破綻の可能性に陥り、GM は事実上国有化された。しかし GM、フォード、クライスラーの各首脳は、 11月に公的支援を求めて、アメリカ議会の公聴会に出席した際、自家用ジェット機を使用したため議員から批判された。危機のただ中で2008年大統領選挙が行われ、11月には、バラク・オバマが当選した。ブッシュ政権時代からオバマと民主党は、危機の対策に協力しており、緊急経済安定化法案では、民主党の賛成が共和党よりも多かった。 オバマ政権のもとで民主党が上院と下院で多数派となり、経済政策の人事は市場に歓迎された。他方、オバマ政権への不支持は共和党議員や白人の共和党員を中心としており、オバマの出身に疑問を投じるバンセリズムと呼ばれる陰謀論や保守系による反対運動が起きた。オバマは上院議員時代から不平等の拡大や、 アメリカンドリームの衰退を問題としており、ハミルトンプロジェクトの活動などを通して、社会の分断を解消することを主張した。しかし、第一期は、危機が進行中であり、経済政策は、その対処が優先された。オバマ政権の景気刺激策は、規模が不足する結果となった。大統領経済諮問委員会のクリスティナ・ローマーは2008年12月の提案で、 2011年第一四半期までに GDP ギャップを埋めるために1兆7000億ドルから1兆8000億ドルの刺激策が必要と計算していた。しかし政権内や議会での政治的駆け引きによって金額は減らされていった。刺激策の金額が削減された一因にオバマへの不支持や反対活動もあった。2009年1月のアメリカ復興、斎藤司法に 共和党議員は反対し、会話、全員反対、上院の賛成も3名のみだった。保守系運動である T パーティー運動によって、オバマ政権の景気刺激策や、金融規制、企業支援策への反対運動が行われた。景気刺激策は、当初の提案から大幅に減額された7750億ドルとなり、さらに7250億ドルに削減され、 本格的な実施も2009年6月からと遅かった。そのため、1930年代の世界恐慌で行われたニューディール政策ほどの効果は得られなかった。また、金融機関は救済されたが、住宅所有者への支援は不足しており、差し押さえで住宅を失う世帯が続出した。2010年に至っても、 失業率は10%以下にならず民主党への支持が減少し2010年中間選挙で民主党が敗北する原因となった。危機によってアメリカの格差は拡大した。サブプライムローンの証券化は価格の暴落分を債務者の純資産に吸収させる構造だったため高所得者がより有利になり低所得層がより不利になった。 年間経済生産14兆ドルに対して2008年の住宅価格は5.5兆ドルの下落と巨額に達した2007年から2009年の間に住宅を差し押さえられた世帯は400万世帯に及び2007年3月から2009年3月の間に民間部門で600万人が失業した 平均資産は2007年から2010年の間に56万ドルから46万ドルに減ったが、富裕層を除くとより深刻であり、中央地の世帯は10万ドルから5万7800ドルと半減した。住宅所有で破綻が多かったのはヒスパニックの人々であり、社会集団の分断にもつながった。地域別ではカリフォルニア州、フロリダ州、コロラド州、 メリーランド州、ミネソタ州に急激な資産の下落があった。差し押さえられた家は銀行が投げ売りし、投げ売り価格で売買が成立すると、その価格が近隣の住宅価格の査定基準になる。そのため、周辺地域の住宅価格も下落する悪循環となった。住宅を所有しない層には、車上生活をしながら季節労働をするわ。 キャンパーと呼ばれる人々がおり、住宅バブル崩壊後に急増している。ワーキャンパーは、ワゴン車や、キャンピングカーで生活をし、ノマド、ラバートランプ、リーマンショック時代の大きいとも呼ばれる。他方、救済を受けたウォール街の金融機関は、利益やボーナスを得た。AIG アメリカンゼネラル社の幹部は、救済決定後に、リゾート地で44万ドルの会合を開催し、 2009年3月に幹部73人に100万ドル以上のボーナスを支払い、支給直後に11人が退社した。これに対して、ボーナスの90%を所得税課税する法案が可決された。ウォール街では、投資銀行、資産運用会社、ヘッジファンドなどの幹部が2009年夏に1450億ドルの利益を得ており、2008年の1170億ドルを 超えていた。クリントン政権時代の財務長官、ロバート・ルービンは、シティグループの顧問でもあり、2009年に1億2600万ドルの報酬を得て退職しており、後の金融危機調査委員会では、自らの経営責任を否定した。中南米は、アジアやアフリカと同様に金融危機の影響が、比較的軽微にとどまった。過去の通貨危機や、 金融危機器の経験を参考にして外貨準備を維持する対策が取られていた。それが対外資産の蓄積、国内金融資本市場の発展、短期資本移動規制など政府や中央銀行の政策である。2008年第3四半期には資本流入が減ったものの、それまでの純資本流入と形状黒字によって外貨準備が比較的豊富だった。 中央銀行の多くは外国為替市場に介入して外貨の流動性を供給し、チリやブラジルでは先物市場で取引を行い外貨準備の維持に成功した。北米自由貿易協定によってアメリカとの貿易が密接なメキシコは原油以外の輸出が28%減、輸出加工区のマキラドーラは雇用が20%減少した。前述のように ヨーロッパの金融機関はサブプライムローンに深く関わっていた。2007年下半期からドイツ、イギリス、フランス、スイス、ベネルクスの銀行は損失によって貸し出しを減らし G7 の核をなすメガバンクの自己資本利益率が低迷した。2007年には影響が出ていたにもかかわらず、 ヨーロッパ諸国の政治家は2008年8月頃まで金融危機をアメリカの国内問題と解釈していた。さらにヨーロッパはアメリカよりも損失が軽いので各国の対応で解決できると考えた。これに対してオランダのヤンペーター・バルケネンで政権は2008年9月に銀行救済基金を提案し欧州の全国家が GDP の3%を使った基金の設立を訴えた。オランダ政府の提案は、フランスの賛同を得て、クリスティーヌ・ラガルド財務省は共同対策を主張した。しかし、ドイツやヨーロッパ中央銀行の賛同を得られず、共同対策は実現しなかった。危機の悪化によって、銀行に巨額の資本注入を行う結果となった。フランスでは、 主な銀行の損失が比較的少なく回復の仕組みづくりが成功した。2008年10月13日に3200億ユーロの中期金融債を保証し400億ユーロの資本注入をする基金を設立した。10月16日に緊急資本注入と最融資案が成立し BNP パリバをはじめとする主な銀行は 国家資金保障公団の資本注入に同意した。最優志においては、フランス経済財政公団が、銀行のために2650億ユーロを、上限として、政府保障債を発行し、そのうち66%を、主な6業が引き受けた。2008年10月13日、債務保障に4000億ユーロ、資本注入に1000億ユーロ拠出を決定した。 ドイツのアンゲラ・メルケル政権は金融市場安定化基金の創設を検討したが連邦議会で否決された。ドイツ銀行は政府の支援を避けるために会計捜査や湾岸国の政府系ファンドからの資金調達をした。政府は不動産金融大手のハイポリアルエステートを破綻から救済し取り付け騒ぎを防ぐために貯蓄預金の全額保護を発表した。 輸出主導のドイツ経済は2009年に GDP 成長率が5%減で戦後最低となったが2010年には4%増となり失業率も2009年の7.8%を境に低下していったこのためヨーロッパではドイツの一人勝ちとも呼ばれるようになるイギリスではロンドンのシティに国外の金融機関が多数進出し 大陸ヨーロッパの金融取引の多くも行われていた。シティはヨーロッパの金融センターであり、サブプライムローンを扱っていたため、危機による損失も大きくなった。ゴードン・ブラウン政権は2008年10月8日に銀行の救済を決定し、救済策を3つに分けていった。RBS やハボスなど主な8行に資本増強の要求。 新たな債権の保証に2500億ポンドを投入、イングランド銀行の特別流動性スキームの2000億ポンド増額である。不良債権管理のために UK フィナンシャル・インベストメンツが設立され、10月13日に RBS とハボスを国有化した。政府の資本注入を受けた RBS は銀行業界で過去最大のボーナスを支給して、 批判され CEO のフレッド・ゲッドウィンが隕石辞任した。イギリスは金融危機の損失がヨーロッパ最大であり13年間に及ぶ労働党政権は2010年に終わったが保守党も単独政権は不可能でデイビッド・キャメロン政権は自由民主党との連立となった。建設途中でゴーストタウン化したアイルランドの住宅地。アイルランドは 2007年の危機直前には銀行資産が GDP の900%に達していた。しかし、アメリカの緊急経済安定化法否決の影響で2008年9月に信用収縮が起き、大手産業は破綻寸前となった。アイルランドの銀行のバランスシートが合計で GDP の700%に達したため、ブライアン・カウエン政権は取り付け騒ぎを防ぐため、 2008年9月に全ての債務の2年間保障を発表した。アイルランドの銀行はイギリスの金融システムと密接であるため、イギリスはフランス、オランダ、ドイツなどの国と対策を協議した。ヨーロッパで共同基金を設立して銀行を救済するというオランダの案もあったが、EU 統合を進めるリスボン条約が、 アイルランド自体の国民投票で2008年6月に否決されていた経緯も影響し実現しなかった。政府が債務の2年間保証をしたことも財政を悪化させ2009年1月にアングロアイリッシュ銀行を国有化した頃には債務不履行のリスクはギリシャを上回った。バンキア本社があったマドリードのプエルタでエーローパー。 バンキアは不良債権処理のために設立されたが2012年に破綻した。ヨーロッパで不動産バブルが最も盛んだったのはアイルランドとスペインだった。ユーロ圏の2007年から2012年の失業者はスペインが最も多く660万人のうち60%を占めた。スペインの不動産融資で中心だったのは カハと呼ばれる中小の貯蓄銀行だった。スペインのホセルイス・ロドリゲス・サパテロ政権は、不良債権処理のために2010年にバンキアを設立し、カハの整理を進めた。ギリシャでは、危機の影響は観光と輸出の不振として現れた。また、財政赤字が粉飾されており、2009年7月時点で GDP 比で10%を超える状況にあったが、 2009年10月の総選挙まで公表されなかった。総選挙で全ギリシャ社会主義運動が勝利して、ゲオルギオスパパンドレイウ政権が成立すると、財政赤字が12.7%を超えると発表された。ギリシャ国債は急落し、国外の銀行はギリシャから資金を引き上げたため、ギリシャで銀行危機が起き、2010年のユーロ危機の発端となった。 中東欧諸国は危機発生まで成長を続けており、住宅市場のバブルは発生しなかった。しかし、西ヨーロッパなどの外資系銀行から資金を調達する外貨主導型であり、総銀行資産の内外資系銀行の資産が85%から90%と高い水準にあった。また、家計や企業が外貨建てのローンを組んでいる国も多かった。 2009年には、東欧の EU 加盟国をユーロ圏に加盟させて ECB が支援するという要請もあったが ECB の賛成は得られなかった。このため危機が発生すると、国際金融市場の縮小、EU 諸国の需要低下、外国直接投資の減少による影響を受けた。市販機ごとに500億ドルが、 中東欧や NIS 諸国に流入していたが、危機によって流れが反転し、2008年第4四半期から2009年第1四半期にかけて1500億ドルが流出した。ハンガリー、ブルガリア、ルーマニアは、債務の半分が国外からの融資でもあった。東欧は FRB の通貨スワップ枠に含まれておらず、ECB は、 ユーロ建ての資金しか送れないので問題の解決にはならなかった。2009年には東欧の EU 加盟国をユーロ圏に加盟させて ECB が支援するという要請もあったが ECB の賛成は得られなかった。旧ユーゴスラビアのスロベニアは2004年に EU に加盟して成長を続けていたがそれと並行して2000年代から急激に国外からの 借り入れを増やしており、危機の発生で資金の流れが反転した。2009年には29億6000万ユーロが流出し、商業銀行の預金はマイナスとなり、建築業を中心に企業の破綻が相次いだ。リーマンショック直前の選挙で政権交代を成し遂げたボルト・パホル政権は対応に苦慮し、外資系銀行が少なかったため政府が 資本注入をする必要があった点も財政に悪影響をもたらした。ルーマニアは2009年に通貨例が急落したため IMF や欧州委員会に支援を求め約200ユーロの融資の条件として公務員給与の25%削減、付加価値税の引上げなどを受け入れた。ビシェグラードグループとも呼ばれるポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアの4カ国は 2009年の GDP で、ハンガリーは6.3%減、チェコが4.3%減、スロバキアが5.4%減となり、ポーランドは EU 加盟国で唯一のプラス成長で2.1%増となった。ビシェグラードの中で最も被害が大きかったのはハンガリーだった。2006年の選挙で、与党、社会党が、 虚偽報告によって勝利したことで政治が混乱した影響もあり2009年に実質賃金が3.6%減失業率も7.6%以上で EU と IMF の支援を受ける結果となった IMF の緊縮案を受け入れたことで社会党の支持率は下がり野党のフィデスが2010年の選挙で多数派となった多数派となったフィデスは 市場経済や EU の理念に相反する政策を実施し、この結果、ハンガリー政府と EU は対立を深めていく。ポーランドのドナルド・トゥスク政権は財政支出の拡大などの政策で危機に対応した。2008年11月から中小企業や企業家への支援、経済特区の拡大などを開始し、2009年から2010年に かけて910億随ィを支出して消費や投資の減少を抑制した。2009年には家計や企業への支援、最低賃金の引上げ、労働時間の柔軟化なども行い、プラス成長の維持に成功した。チェコとスロバキアは2010年には GDP が2.1%増と5.0%増の回復となった。バルト三国では2003年以降に 住宅ローンを中心とする家計向けの貸し出しが増え、2004年以降の住宅市場はバブル化した。また、スウェーデンのスカンジナビスカエンスキルダ番ン,ンをはじめと、する外資系銀行からの資金が、現地の現地の民間向け貸し出しを支えていた。中東王と同じく家計や企業の多くが外貨建てのローンを組んでいた。バルト三国は EU 加盟と北。 大西洋条約機構加盟に続いてユーロ圏への加盟を進めていたが危機によって国外の資金調達が止まった。バルト三国の通貨はユーロ圏への統合の途上にあるために為替レートが固定されており通貨切り下げが困難なんで苦境に陥った。特にラトビアは巨額の形状赤字があり、 スカンジナビア系の銀行であるスウェーエドバンクとノルディア銀行が関与しているため問題となった。欧州委員会は GDP の35%を支援する条件として、経常収支を調整する緊縮財政をラトビアに求めた。厳しい緊縮財政は国民に受け入れられないという予測もあったが、連立政権による合意形成の伝統が長く、 EU への加盟を望むラトビアは、禁縮案を受け入れた。バルディス・ドンブロースキス政権は、財政収支を GDP の13.3%削減して、公務員を解雇し、失業率が上昇した。他方で、公教育、公的医療、為替レートは維持した。2008年には、パレックス・バンカが破綻し、2009年に、 ラトビアの GDP は18%減少したが、2010年、第3四半期から輸出の増加によって経済は回復に向かい、ドンブロースキス政権は維持された。アイスランドは、危機発生の時期には、最悪とも評されたが、最も対策に成功した国の一つとなった。危機以前には1990年代から、タックスヘイブンとしての機能を充実させ、2000年代には、 商業銀行と投資銀行の融合や、ヘッジファンドへの投資、不動産バブルが進んだ。所得格差が広がり、2006年以降には、金融機関やエコノミストから警告があったが、財界に無視された。危機発生後の2008年10月には、大手銀行が国有化され、株価は10%となり、人気があった、ネット預金アイスセーブも破綻し、 失業率は7.6%となって、欧米メディアでは、世界最悪と報道された。対外債務が9兆5000億クローナと GDP の900%に達したため IMF の支援を受けたが、オラフル・ラグナル・グリムソン大統領は IMF が求める禁縮策を拒否し、国民投票を行った。国民投票の結果、アイス西部破綻の保障も拒否することになった。 国会前でデモが起き金融ビジネスを推進してきたゲールホルデ首相とダビード・オッドソン中央銀行総裁は2009年に辞任しアイスランドは危機の影響で政権交代が起きた最初の国となった次のヨハンナ・シグルザル・ドッティル政権は社会保障を維持して医療、再就職、住宅の支援を行った歳入増加と 所得格差の是正を目的として富裕層に増税し危機の原因となった陶器的な銀行への責任追求を行った。一連の政策によってアイスランドはヨーロッパの中では速やかに回復へと向かった。ロシアは天然資源の利益が GDP の20%を占めており危機による原油の暴落でロシアの銀行、原材料企業、 新興財閥であるオリガルヒの対外債務は5400億ドルまで増加し、ロシアの公的準備金に匹敵する規模になった。南オセチア紛争の影響で、ロシアに対する海外の投資家離れも止まらず、株価下落が続いた。2008年9月から、トミートリー・メドベージェフ大統領と、ウラジーミル・プーチン首相の政府は、オリガルヒを支援したが、 株式市場の安定化によりガルヒの資金が使われ、小規模な銀行の救済には、国営のロシア開発対外経済銀行が当たった。政府予算の9.7兆ルーブルの25%が、金融危機対策として、雇用喪失、産業助成、減税などに使われ、国家規模から計算すると、世界最大級であった。経済発展のために、 西側からの資金調達を続けており、2008年までの国内企業の資金調達の45%、一般世帯向けローンの65%が国外からであり、オーストリアとフランスの銀行など400億ドルに上っていた。危機によって貸し付けが止まると鉄鋼業を中心とする輸出が減少して雇用問題が起きたため、10月には IMF の支援164億ドルを受け入れた。IMF は条件として予算資金の確保、通貨フリブニアの切り下げ、金融システムの安定を求めた。国内では IMF の緊縮策を受け入れたビクトル・ユシチェンコ、大統領やユーリア、ティモシェンコ首相への不満が高まり、かつて不正選挙でオレンジ革命の原因になったビクトル・ヤヌコービチに支持が集まった。 2009年には天然ガスをめぐってロシアウクライナガス紛争が起きロシアとの対立が深まったアジア諸国はアメリカ合衆国やヨーロッパと比べて影響が比較的小さかった原因として金融機関の資金調達で海外資金への依存が低かった点にある資本の流入や国内の信用残高は増えておらずタイ、インド、マレーシアのように 対 GDP 比では減少していた国もあった。しかし、金融危機の影響で起きた貿易の減少と欧米の金融機関の資金引上げによって2008年後半から2009年には中国、インドネシア、フィリピンなどを除くアジア諸国はマイナス成長となった。中国の金融機関に影響が少なかった理由には次の2点がある。 資本取引を規制していたため、金融機関の資金調達は制限されていた。それまでの銀行は、中央銀行や政府の指示に従って貸し付けをしており、リスクを取って利益追求をする業務が少なかった。実体経済への影響は2008年の第3四半期からとなった。中国は、危機以前から急成長で輸出大国になっており、 輸出先であるヨーロッパの不振の影響を受けた。上海証券取引所は北京オリンピックを前に下落に転じた。ただし中国は内需を拡大しており、危機進行中の2008年時点でも消費は年間20%の上昇を見せていた。中国は危機にあたってアメリカの GSE 保有を2007年水準まで減らし、他方で 米国債が望ましい資産となったために財務省証券の購入を増やした。胡金藤政権のもとで2008年11月には中国国務院が緊急会合を開いた。大木山国務院副総理の主導で対策が立案され、財政政策としては4兆元の内需拡大実行措置が進められた。この支出は高速鉄道、道路、飛行場、 水利施設などのインフラに使われた。金融政策としては、2008年11月に中国人民銀行が緩和策として預金準備率、基準金利を引き下げ、2009年5月には固定資産資本項目資本金比率に関する通知として多くの業種で銀行借り入れの債務比率を引き上げることを認めた。 これらの大規模な緩和策で銀行貸付が急増して2009年の新規貸付は9兆6000億元となり政府は貸付を慎重にするよう通知を出したこのため当時はバブルの可能性について懸念も広がった金融緩和と財政支出の組み合わせにより中国は世界最速で金融危機を脱出した 2009年の中国の経済成長率は9.1%となり2008年をわずかに下回る程度で世界で最も高かった。効果の規模は FRB が行った流動性供給と並んで世界経済に影響を与えた。景気対策のために国債増発を必要としたアメリカ政府の要請に応えアメリカ国債の大量購入で アメリカ経済を買い支えた北京オリンピックの経済効果も相まって世界の GDP 増加の過半数が中国に関連し景気刺激策によってオーストラリアやブラジルなど多くの貿易国が利益を得たしかし景気刺激策によって中国でもシャドーバンキングシステムが拡大することにもなり2010年代に問題となるタイは GDP の70%を 輸出や観光業が占めており、金融危機は国内の政権交代に拡大した。サマック・スントラウェート首相の辞任要求デモが行われて政権は2008年12月に解散し、次のアピシット・エイチャチーは政権は直ちに景気刺激策を行った。一般消費者への刺激策、高齢者への特別手当、公教育への補助。 政府系銀行や小企業への融資などが実施された。輸出は2009年第3四半期に前年比で25%減となり、財政赤字は GDP の5.6%まで増加した。マレーシアは輸出依存度が103%と高かった。ため実態経済への影響が大きく、2008年から2009年にかけて製造業は17.6%減。 特に電子機器関連の工場は前年比44%減となった。アブドラ・バダウィ政権の景気刺激策は2009年に GDP の9%にあたり、バダウィ政権が解散した後に、ナジブラザクが刺激策は自らの実績だったと主張し、ラザク政権が成立した。インドネシアでは輸出依存度が20%と小さく、 金融危機への景気刺激策は減税を中心としていた。減税額は公的支出の10%、GDP の1.4%にあたり、対象は9700万人の労働者と4800万の企業のうちで、納税登録された1000万人と20万の企業となった。アジアでは中国とインドに続いてインドネシアが顕著さで注目され、 この三カ国を有望とする、チャインドネシアという造語も使われた。2009年のジャカルタ株式市数上昇率は87%を記録し、上海やムンバイを上回った。サブプライムローン問題の影響により、それまで住宅ローンに向けられていた資金が、原油先物市場に流入した。このため、原油価格は2008年7月には、 ニューヨークマーカンタイル取引所で1バレルイコール147.27ドルの史上最高値を記録した。しかし世界的な景気悪化は原油価格の下落をもたらし2008年から原油価格が下落して最大で76%減となった。原油価格の下落は産油国の財政に影響を及ぼした。サウジアラビアでは2008年に GDP の23%に達していた財政黒字が赤字へと変わった。クウェートではガルフバンクが経営難となった。湾岸諸国で最も被害の大きかったアラブ首長国連邦のドバイでは1兆1000億ドルの建設計画の半分が中止され2008年9月から12月にかけて株価は半値となった。ドバイは 石油資源が豊富ではない地域にあたるため、経済発展のために外部資金を取り込む必要があり、投機目的の資金が多く流入していた点が、被害の大きさにつながった。2009年11月25日には、政府系の持ち株会社のドバイワールドが、債務の返済猶予を求めたことがきっかけで、信用不安が起き、ドバイショックとなった。ドバイ政府は、 ドバイ金融支援基金を設立して収集にあたり特別司法委員会や特別法廷によって民事紛争の解決を進めた。これによって裁判所と裁判外の紛争解決を設置した方法が可能となり不良再建処理と指摘整理を共に支援した。トルコは2009年第一四半期には GDP が14.7%縮小し、 イスタンブール証券取引所の株式市場は2008年11月までに54%下落した。トルコは2005年から2007年の国外からの資本流入が GDP の7%に達し、経常赤字を上回っていた。しかし、金融危機によって資本流入が止まり、2001年のトルコ経済危機の時期よりも 資本流出の金額が大きくなった。2009年の倒産件数は、統計発表が開始されて、以来初めて1万件を超えた。2000年から2008年にかけての輸出は年平均21.5%の増加を続けていたが、2009年に前年比22.6%減少し、失業率は2009年2月に16.1%となった。 実需の危機は起きたが、2001年の経済危機をもとに、財政、金融構造改革が行われていたため、財政、金融危機には拡大しなかった。韓国は、アジア圏において比較的損失が大きく、貿易急減、通貨切り下げ、流動性の減少が重なった。韓国の銀行は、海外から US ドルを調達した後にオンに転換し、 国内の株や債券に投資するという方法を取っていた。そのために金融危機で海外資産が目減りし、海外からの借り入れも停止した。ドル不足と温急落が起き、アジア通貨危機の再と類似の状況となった。2007年、第2四半期の187.46億ドルから2008年、第1四半期の17.37億ドルまで減少した。 日本は失われた10年とも呼ばれた経済低迷やデフレーションのただ中にあったが金融危機が金融機関に与えた影響はアメリカやヨーロッパと比べて少なかった。日本の銀行ではサブプライムローンの証券化商品の保有が少なく310億ドルの損失にとどまった。ただし仕組み債やヘッジファンド投資など外国証券の運用比率が 高かったヤマト生命は2008年10月に負債総額2695億円で倒産している。金融機関への影響と比べると実体経済への影響は大きかった。中国、韓国、台湾向けの輸出減少によって輸出は50%減となった。株価が急落し、日経平均株価は2008年10月8日と10月10日には 歴代上位の下落率となった。10月10日の日経先物では、株の売り注文が急増したために取引を強制停止させるサーキットブレーカーが史上2回目の発動をした。実質 GDP は2008年第3四半期に3%、第4四半期に4%減少しており、これは同時期のアメリカを超える下落幅で、第一次石油危機も超えていた。 金融市場の混乱は不動産業界にも影響を及ぼした。2006年頃から2008年にかけてのファンドや、証券化により、ファンドバブルや不動産ミニバブルと呼ばれる現象が起きた。ところが、マンション市場が冷え込み、資金繰りに詰まった企業が破綻した。上場企業の倒産は2008年1年間で34件と、戦後最悪を更新し、うち建設。 不動産関連で25件を占めた。企業は2009年問題もあって人員削減を進め、2009年3月末までに19万人の非正規労働者の雇用が失われた。この人員削減が個人消費の落ち込みや内需悪化となり、さらに人員削減を招く悪循環が生じるという指摘もされた。一時期7000円台に下落した。 日経平均株価は2009年6月に1万円台に上昇し、先進国の中では回復は早かった。しかし、2009年7月の失業率は、戦後最悪の5.7%、完全失業者数は359万人に達した。麻生内閣の対策は、財政拡張と金融緩和だった。財政政策では、 2008年10月から2010年10月にかけて5回の補正予算が成立し追加支出は42.7兆円となった金融政策では2008年12月に FRB に倣って政策金利のコールレートを0.1%に引き下げて実質的にゼロ金利となった日本銀行は他国の中央銀行と協調で市場に 流動性供給を行った。財政拡大によって増えた国債は、日本の金融機関が消化した。中小企業の資金調達が困難となったため、金融庁は2008年11月に、銀行監督基準を緩和し、中小企業金融円滑化法へとつながった。アフリカの経済は、2003年からの資源価格の上昇を受けて成長していた。 2008年9月15日には、株式時価総額が、比較的、大きい7カ国の株価はいずれも大きく下落し、南アフリカなどへの資金流入が減少した。しかし、金融危機の全体的な影響は欧米に比べると、軽微だった。貿易の減少は、資源輸出国である、アンゴラ、ナイジェリア、ボツワナなどに影響を与えた。 ウォール街を占拠せよのデモ2008年10月の各国の対応によって金融危機は一旦収束へと向かうアメリカでは銀行の資本増強が行われたがヨーロッパは共通の対策がドイツによって拒否されたために各国ごとの対策にとどまり資本増強は不十分に終わったこの違いは後に2010年のユーロ危機によって表面化した 経営が悪化した金融機関を支援した各国では財政が悪化し財政の悪化によって国債が下落しさらに金融機関支援のコストを増やしたこれを財政危機と金融危機の悪循環とも呼ぶ財政赤字を抑えるために多くの国で緊縮財政が行われ医療、教育、自治体のサービスが削減された 国際機関や政府が進める緊縮財政に対して反緊縮運動も起きた。全米経済研究所は2010年9月20日に2007年12月からのアメリカの景気交代は2009年6月に終了していたとコメントした。しかしこれはアメリカ国内の景気循環について述べたものであり余波について触れていない。世界金融危機によってドバイショック。 ユーロ危機などが起きて経済にマイナスの影響を残したほか、2014年、クリミア危機のように金融危機の余波による政治危機も起きた。全世界の失業者は2700万人から4000万人に達したと言われる。他方、政府支援を受けた企業が交代具を続けたために批判を受ける場合もあった。金融業界の不祥事は、 就職にも影響を与え、マサチューセッツ工科大学の2009年の卒業生で、金融業を選ぶ者は2006年から2008年と比較して45%減少した。金融危機は、金融システムが債務に依存しているという批判のきっかけにもなった。20世紀後半から世界金融危機までは、高額所得者に占める、 金融業者の割合が増加を続けており、さらには富裕者とそれ以外の所得格差が拡大した時代でもあった。2011年にウォール街を占拠せよと呼ばれる抗議活動が始まると、世界各地にも影響を与えた。2011年10月15日には、イタリアのローマで10万人から40万人、スペインでは100万人、ポルトガルで数十万人が集まって、 緊縮財政への反対デモが開催され、他にも世界の900以上の都市で支援デモがあった。世界金融危機は IMF をはじめとする国際機関の方針や経済学者の研究に変更をもたらした。20世紀後半以降の金融危機では国内に問題があると言われていた。危機が起きた国々では金融危機を防ぐための金融規制や 財政規律などが不完全であり、国内改革が必要だとされていた。しかし、世界金融危機によって、グローバル金融システムそのものの監督や規制が課題となった。1999年に設立されていた金融安定化フォーラムは、2009年4月に金融安定理事会に改組された。バーゼル銀行監督委員会を中心に検討が行われ、 新たな規制であるバーゼル3が2013年から段階的に導入され2027年に完全実施の予定となっているさらなる規制としてシステム上重要な金融機関に対する規制が提案されシステム上重要な銀行と認定された金融機関は資本の積み増しと総損失吸収力を求めることとなったこの規制は株主や 再建者に破綻のコストを負担させて政府の負担を軽減し大きすぎて潰せないとも呼ばれた金融機関の問題に対応するためだった。IMF は支援の条件として各国に緊縮財政を求めた。しかし、緊縮財政によってヨーロッパのユーロ危機をはじめとして問題が頻発した。IMF の内部観察を行う独立評価機関は 2014年11月4日の報告書で IMF が金融危機後に主要先進国に緊縮策、予算削減を求めたことは誤りだったとの判断を示した。IMF は2012年に資本規制と国境を越える資金フローへの制限を認めた。世界金融危機が起きるまでは金融危機は国内問題だと解釈されていた。 IMF や欧米の経済学者は、危機の起きた国が、資本の活用や危機を防ぐ金融機関の健全性、規制、財政規律、金融統制などを行わなかったのが理由だと分析した。しかし世界金融危機は、先進国と呼ばれる国々から発生しており、グローバル金融市場の監督や規制に問題があると、されるようになった。IMF が、 資本規制を認める条件には、マクロ経済政策や、プルーデンス政策が、資金流入に対応できない場合や、景気の加熱などがある。国際会計基準審議会は、2008年に、会計基準を変更した際に、適正手続きを取らなかったために批判を受け、イヤジブが推進してきた公正価値会計も批判された。イヤジブは、公正価値会計の全面適用から方針を、 変更し、調整機関としての活動を増やすこととなった。危機によって、会計監査報告の信頼性や監査人の役割に疑問が持たれ、欧州委員会や国際監査保証基準委員会は規制を強化した。イヤエイズビーは2011年に監査報告を改革して、2015年に国際監査基準を公表した。EU では、 監査委員会と監査人の協力で改革を検討し、監査報告書の透明化を進めた。2014年には、法定監査指令に EU の統一監査報告書が導入され、加盟国に適用された。イヤエーズビーと EU の改革に、ドイツやフランスも適合し、イギリスやオランダは、イヤエーズビーよりも早く新監査基準を成立させた、後に適合を果たした。 アメリカでは2017年に新監査基準が SEC に承認された。オバマ政権の危機対策では、住宅ローンの債務者よりも金融機関が優先されたため、オバマ政権への不満が高まり2010年中間選挙で民主党は大敗した。右派と左派は共に政治と経済のシステムが不正に操作されていると考え、 格差拡大に反対し、支配層やエリート層への批判を高めた。ニュースサイトのブライトバートをはじめとする保守系メディアは、オバマ政権への攻撃を続け、反自由貿易、反移民、人種差別などのメッセージも含まれていた。2011年9月17日には、ウォール街でデモを起こす呼びかけが、Facebook で拡散され、ウォール街を選挙せよと呼ばれる抗議活動の始まりと、 なった。マンハッタンのズコッティ公園には2000人が集まって、ソーシャルネットワークサービスで活動の様子が拡散された。10月には、全米各地で100以上の選挙活動やデモが起き、世界各地に影響を与えた。オバマ政権は、第一期で危機の対策に追われ、第二期から格差の問題に取り組んだが、中間選挙後に共和党が、 会員の多数派となった点も影響して進まなかった。T ーパーティー運動を支持する共和党議員はオバマ不支持を強硬化させ、2013年には政府予算をめぐる対立で歳出強制削減措置が発動され、連邦政府機関が休止状態となった。連邦政府の閉鎖を見た共和党の恩恵派議員や共和党を支持する。 全米商工会議所などの実業界は強硬派に反対し、共和党内の対立が深まった。民主党支持者も分裂し、より求心的なエリザベス・ウォーレンやバーニー・サンダースの支持者が増えていった。2011年7月、消費者金融保護局の初代長官、リチャード・コードレート、消費者金融保護局設立を提唱した。 エリザベス・オーレン危機の再発を防ぐ規制として2010年にドッド・フランク・オール街改革消費者保護法が制定され FRB がシャドーバンキングシステムを監督規制することとなったこの時に銀行の市場取引を規制するボルカールールールが定められた破産法の専門家であるエリザベス・オーレンは消費者金融保護局の設立を提唱しオバマ政権は CFPB 設立とウォーレンの長官任命を検討した。しかし共和党を中心とする反対が強く、2011年に CFPB は設立されたが初代長官は、ウォーレンの補佐をしていたリチャード・コードレイが就任した。金融業界を批判するウォーレンは、共和党と対立し、民主党内でも反発を受けた。ウォーレンは、 CFPB の長官職にはつけなかったが、公平な機会や家庭の救済を主張して支持を集め、後に上院議員となり、2020年、アメリカ合衆国大統領選挙に出馬した。金融調査局が2013年にレポートを提出し、資産運用会社や運用ファンドも金融システム安定化の脅威になり得ると結論した。 そこでこれらもシステム上重要な金融機関への指定が検討されたが、資産運用会社のフィデリティインベストメンツやブラックロックが反発し、証券取引委員会も警戒感を示した。そしてドッドフランク法が改正されるまで、ファンドマネージャーレベルでの規制はなされず、商品や業務のリスクに注目した監視だけが行われた。危機の影響は長引き、 無党派の支持者や、ウォール街を選挙せよの参加者、若い有権者らが2016年、アメリカ合衆国大統領選挙で、バーニー・サンダースを支持する理由となった。サンダースは、銀行規制の強化や、大手銀行の解体、公立大学の学費無償化などを訴え、民主党の候補として、ヒラリー・クリントンと予備選を戦った。他方、共和党は、 ブッシュ政権時代の緊急経済安定化法案で多数の反対者を出すなど分裂を起こした。2012年アメリカ合衆国大統領選挙がオバマの勝利に終わると共和党内の分裂はさらに進み、2016年のドナルド・トランプ政権への原因となった。共和党は1980年代からグローバリゼーションを推進していたが、トランプは反自由貿易。 反移民などを主張し、2012年の大統領選挙で共和党が獲得できなかったラストベルトの支持も集めた。大統領選挙中の CM では投資家、FRB ウォール街などを攻撃したが、大統領に就任後はウォール街の人材を政権に投与した。また、金融機関を規制しているドットフランク法を廃止しようとした。 ヨーロッパ諸国の2012年の財政赤字と公的債務の対 GDP 比。緑が EU の安定、成長協定の範囲内である。ヨーロッパ諸国では若者層を中心とする高い失業率や国家の財政危機が深刻化した。緊縮財政は経済的困窮や健康の悪化を招いて国内の不満を高めた。危機への対応として EU レベルで銀行の資本増強が求められたが、国際金融協会を中心とする業界が、銀行への規制であるという論点から反対し、実現しなかった。そのため、後に、ユーロ危機の発端になった、交際市場の暴落に、銀行は対応できなかった。ヨーロッパ系銀行は、世界金融危機の損失に加えて、いくつもの問題を抱えた。 欧州の国債の不良再建化、ユーロ圏の問題による新規事業の停滞、バーゼル3による規制、アメリカやアジアの銀行との競争、資金調達の困難、などがある。2010年にドイツのボルフガング・ショイブレ財務省は、ユーロ圏における IMF 的な組織として、欧州通貨基金の設立を提案した。ユーロ圏の金融安定、債務再編。 財政規律を目的とするものだったが、メルケル政権に却下され実現しなかった。金融危機後に、財政悪化が注目された国々は、債務不履行に近いギリシャとポルトガル、不動産バブルが崩壊したアイルランドと、スペイン、巨額の政府債務があるイタリアだった。特に、ギリシャとアイルランドが、 債務の再編を必要としていたが、両国の国債は暴落し、緊密な金融システムを持つヨーロッパ全体に波及してユーロ危機が起きた。トロイカとも呼ばれた欧州委員会、IMF、欧州中央銀行の体制が、金融支援を行い、2010年5月に、ギリシャ、2010年11月に、アイルランド、2011年5月に、ポルトガル、2012年に、 スペインを支援した。2012年7月に ECB のマリオ・ドラギ総裁が ECB はユーロを守るためにやれることは何でもすると発言し10月には ECB が無制限の国債購入を行うオムトを実施して国債の利回りが低下し申請化へ向かった。ユーロ危機後の2011年から2012年にかけてユーロ圏の信頼は低下し EU に対する支持率が下落した。そのため2014年欧州議会議員選挙では反 EU の議員が多数当選した。イギリスは独立党、フランスは国民戦線、デンマークは国民党、ハンガリーはフィデスが第一党となり、いずれも反 EU を掲げる政党だった。ドイツのメルケル政権はドイツの一人勝ちとも呼ばれる状況を作ったが、 ドイツの銀行は危機によって、州立銀行が産業を破綻し、銀行救済の負担は国民に批判され2016年まで余診額が低下した。ドイツ銀行は、ロンドンでの金利不正捜査やアメリカでの住宅ローン担保証券不正売買が判明し、2016年まで経営不安が続いた。2017年連邦議会選挙では、メルケル政権の継続が決まったものの、 連立与党のドイツキリスト教民主同盟とキリスト教社会同盟の得票率は1949年以来最低となった。EU 離脱是非を問う国民投票の1週間前に残留支持のジョー・コックス議員が殺害された。写真はコックスを追悼する人々。ヨーロッパで最大の損失を受けたイギリスは2010年に成立したデイビッド・キャメロン政権が 財政赤字の黒字転換を目標に緊縮財政を続けた。2016年までに公共部門で100万人以上の雇用を削減し、地方自治体の支出を30%以上削減した。中間層の没落や仮想のさらなる困窮化が進み、経済協力開発機構によれば、ギリシャ・アイルランド・スペインを除けば、イギリスが最も経済収縮を起こした国だった。 2011年12月の EU 首脳会議では EU の統合を進める財政協定が検討されイギリスと他の加盟国の間で対立が起きたキャメロン政権はイギリスの独立性の保持を EU に求め財政協定で譲歩が得られなければ EU 離脱を国民投票に問うと主張したしかし EU 側は譲歩せずキャメロン政権は EU 離脱是非を問う 国民投票を実施した。キャメロン自身は EU 残留支持派だったが、2016年6月23日の国民投票は離脱支持51.9%、残留支持48.1%となり、イギリスの欧州連合離脱が決定した。年齢別では離脱支持は50歳以上が6割以上、残留支持は18歳から44歳に多かった。 地域別では、北部イングランドに離脱支持が多く、ロンドン、スコットランド、北、アイルランドに残留支持が多かった。中でも、中高年層の労働者に離脱支持が多く、それまで労働党や保守党の政策で、置き去りにされたとも表現される人々だった。スコットランドには残留支持の投票が多かったため、ブレグジットは、スコットランド独立運動に影響を与えた。 スコットランド自治政府のニコラス・ター・ジョン政権はイギリスからの独立を問う住民投票の実施と EU への加盟を目指している。アイルランドは危機の対応で金融機関を救済したために政府支出が増えた。2010年には政府債務残高の対 GDP 比が32%に達して債務不履行のリスクが高まり、 トロイカから850億ユーロの支援を受けた。2011年2月の選挙で政権交代が起きて、エンダケニー政権が成立し、2014年には経済成長率が回復へ向かった。東欧諸国やバルト3国は、世界金融危機の前からユーロ圏加盟を進めていたが、延期や交代が起きた。エストニアは2011年、ラトビアは2014年、 リトアニアは2015年にユーロ圏に加盟した。エストニアは2010年時点の財政収支が黒字で公的債務残高が低く、リトアニアは2016年に財政収支が黒字となり、ラトビアは2016年に財政収支が均衡した。北欧5カ国とバルト3国で構成される北欧、バルト8カ国は危機に関する反省から、 2010年8月17日に、バルト北欧覚書を発行し、中央銀行、金融監督当局、財務省の間で協力を促進することとなった。アイスランドは、ヨハンナ・シグルザルドッティル政権による、社会保障維持、IMF の緊縮財政案の拒否、所得格差是正などの政策で回復に向かった。 金融機関の基礎も行われ、アイスセーブを提供したランズバンキ銀行などの幹部は有罪となった。2012年に GDP 成長率が3%となり、格付けでも危機対応が評価されて上昇し、所得格差は他の北欧諸国と同レベルになった。また、国家危機の再発を防ぐために、インターネットの国民投票をもとに憲法を改正した。 2012年に改正された新憲法には政治家と銀行の癒着の防止が含まれている。1970年以降のギリシャの GDP と債務のグラフ。ギリシャでは2009年に政権交代が起きた際に財政赤字の粉飾が判明し国債の格付けが急落した。ドイツは ユーロ圏全体への支援には賛成するがギリシャへの特定の支援には反対し支援策が遅れたギリシャでは2010年4月から財政危機や銀行危機が起きユーロ危機の発端となったトロイカは2010年と2012年に緊急融資を行い2011年に成立したルーカス・パパデモス政権が緊縮政策を行った しかしトロイカが支援と引き換えに出した条件は、ギリシャ社会に大幅な改革を求める内容であり、GDP26% 減、失業率26%、消費4割減と悪化した。そのため、ギリシャの反禁縮運動や貧困層への支援、EU との再交渉を主張する、シリーザが2015年の選挙で勝ち。 アレクシス・ツイプラス首相の連立政権が成立した。それまでギリシャで続いてきた、メーカー出身の首脳による政治は崩壊し、ツイプラス政権は EU との再交渉を行った。再交渉では、ツイプラス政権とユーロ圏は対立し、最終的には、ツイプラス政権は、緊縮策の継続や、構造改革、民営化などを条件に支援を受けた。 2016年に危機が再発して2017年に債務期限が延長され成長率は1.5%増とプラスに転じて国債発行も可能となった EU 圏15カ国に対する所得水準が1990年の75から2015年には47に下落し格差水準は1990年時点と同水準に交代した イタリアのシルビオ・ベルルスコーニ政権は EU と IMF が支援と引き換えに求める年金制度改革を2011年に拒否した。このためにイタリアは IMF の支援を得られないまま監視下に置かれるという状況になり市民は退陣要求でも行い連立与党の北部同盟も首相の辞任を求めた。ベルルスコーニは辞任し 経済学者のマリオ・モンティが首相に就任した。イタリアはユーロ危機以降も経済停滞が長引き EU 圏15カ国に対する所得水準は1990年の100から2015年には80まで落ちた。メディアを再生するスペインの2011年の抗議活動 15M 運動のドキュメント動画。 15, M, エクサレンテリボルセボインペルタンテスペインでは2011年11月に、サパテロ政権に代わって、マリアーノ・ラホイ政権が誕生した。50万世帯が立ち退きを迫られたが、住宅担保ローンの債務者には、自己破産にあたる保護制度がなく、家を失った後でもローンが免除されなかった。立ち退きで困窮した人々は、SNS を使って抗議したい。 政治家のもとに、フラッシュモブ的に集まって、悲惨さを訴える活動を始め、エスクラチェと呼ばれた。2012年にはバンキアが破綻して国有化され、国債の高騰、財政赤字の膨張が起き、若者層の失業が55%に達した。2014年には、トロイカの金融支援は終了したが、高い失業率や汚職問題が不満を呼んだ。 2015年の選挙では、スペインの反禁縮運動を主張するポデモスが躍進して、国民党と社会労働党による二大政党制は崩壊し、第二次、ラホイ政権が成立した。ポルトガルは、禁縮財政を行い、スペインよりも、景気交代が深刻になった。失業率が40%、若者層では60%まで上昇した。 2011年に成立したペドロ・パッソス・コエイリョ政権はユーロ圏の維持を主張しトロイカの金融支援を受けた。2014年にはトロイカの金融支援が終了し2015年の選挙ではアントニオ・コスタ率いる連立左派政権が成立する。コスタ政権の下で低所得者向けの政策も行われたが年金削減や増税は続いた。 クリミア危機、ウクライナ東部紛争で破壊された、ウクライナのドネツィク国際空港ウクライナは2008年の IMF 支援がもたらした、緊縮政策で国内の不満が高まり、2010年に、ビクトル・ヤヌコービチ政権が成立する。EU とロシアはウクライナへの支援を申し出る代わりに、それぞれ条件を出した。EU の条件は、e、EU 連合協定であり、ロシアの条件は、 ユーラシア関税同盟への参加だった。ウクライナ世論は EU 派とロシア派で2分され、2013年に数十万人の市民が反ヤヌコービチ政権のデモを行った。ヤヌコービチはロシアへ亡命し、2014年にクリミア危機、ウクライナ東部紛争が起きた。ウクライナは 資本規制をしなかったため外貨準備行が急減し、2015年2月に、ウクライナ国立銀行は、公式為替レートの発表を停止し、IMF は支援の再開とともに、債務再編を認めた。ロシアの外貨準備行は2014年には5100億ドルに、達して危機から回復していたが、ウクライナとの紛争が始まると為替市場が11%以上急落した。 さらに、マレーシア航空17便撃墜事件が原因となった西側の経済制裁、FRB の決算終了、原油価格の下落なども重なって財政難に陥った。2014年から2015年に GDP は10%以上減少し、ロシアの市民にとっては2008年から2009年の危機を超える厳しさだった。ロシアの苦境は、 周辺の NIS 諸国にも影響し、ベラルーシ、カザフスタン、アゼルバイジャンの通貨が50%の暴落、モルドバ、キルギス、タジキスタンの通貨は30%から35%、下落した。中国は金融危機の対応で世界経済の回復を牽引して高く評価され、国際的な影響力を高めた。習近平政権においても、 経済成長は続いたが、危機対策による巨額の債務が残った。2009年の段階で、政府赤字、債券発行、銀行への貸し付けを合計すると6兆4870億元であり、GDP の19%を超える額となった。シャドーバンキングシステムは中国でも拡大しており、理財商品と呼ばれる。 高金利の金融商品が中心になっている。地方政府が資金調達に用いる地方融資平台でも理財商品が扱われ、金融危機の対策だった4兆元の景気刺激策によって急増した。2013年の地方政府の債務は17兆元、2017年の金融機関以外の民間債務は GDP の165%まで増加している。 微材商品は10年代から次第に不良再建化しており、政府は対策を進めている。2014年には、中国の外貨準備口は4兆ドルまで増加し、中国企業の大外債務1兆ドルのうち8000億ドルが、欧米王的融機関への債務になっていた。しかし、中国経済の減速と、原油価格の急落。 さらに汚職撲滅運動で富裕層が資産を国外に流出させたことが重なり人民元が下落を始める。2015年6月12日には上海総合株価指数が30%下落して中国株の暴落となった。企業と投資ファンドの人民元投入で一時的に安定したものの8月の人民元切り下げで下落が続いた。2016年には 株価指数は半減し、外貨準備口は3兆ドルまで落ちた。一時は中国発のグローバルなデフレも警戒されたが、中国政府は新たなペッグの設定、資本移動規制強化、信用拡張、景気刺激策、過剰生産能力の削減などを打ち出して純正化に当たった。金融危機の対策を主張して成立したマレーシアのナジブラザク政権は、 国際金融地区の建設のために一、マレーシアデベロップメントブルハドという投資会社を設立する。しかし不正の発覚によって、2018年には、野党から出馬したマハティール・ビン・モハマド政権が成立し、マレーシア発の政権交代が起きた。ラザクは10億ドル規模の汚職で有罪となった。ドバイショックの後、ドバイ政府は一連の対策によって、 回復へ向かった。企業の事業再生として、救済措置、負債の切り下げ、企業再編、返済のリスケジュールなどが行われ、IMF 第4条協議の報告書では、UAE の経済は、景気が安定してきたと報告された。ドバイ政府の金融危機対策は、イスラーム金融の民事紛争を迅速に解決する枠組みとしても評価されている。 トルコは2010年第1四半期の GDP が2008年第1四半期と比べて4.5%減となり、金融危機以前には戻っていない。失業率は2009年2月の16.1%から2010年4月に12%に改善されたが、若年失業率は20%にとどまっている。また、2009年の景気後退の原因として、民間投資が 対外借り入れに依存する体質が問題視され、その解決が課題とされている。日本銀行は、金融危機後の景気交代への対策として2010年10月から、包括的金融緩和を行い、国債の他に上場投資信託や不動産、投資信託などのリスク資産の買い入れを始めた。東日本大震災の被害も大きく、経済のみならず、社会に、 深刻なダメージを受けた。日銀は物価上昇率2%を目標としたが、円高やデフレは解消されず国内外で批判が高まり、白川正明日銀総裁は任期満了前の2013年に退任した。第二次、安倍内閣は、アベノミクスと呼ばれる一連の経済政策を掲げ、日銀は黒田春彦総裁の下で緩和政策を続けた。 しかしデフレは続き、失われた20年とも呼ばれるようになった。2013年から2016年の実質 GDP 成長率は2010年から2012年よりも低下し、実質賃金は下落した。2013年前後から雇用環境は改善したものの、平均給与はリーマンショックの下落を回復した程度にとどまっている。 OECD による2015年時点の調査では、日本の相対的貧困率は加盟国33、過酷中で9位となった。2016年には、エンゲル係数が約30年前の水準まで上昇し、実質消費は改善されず、安倍内閣による2014年4月の消費税増税が景気回復を後退させたという見方がある。2017年には、 日銀が ETF 市場全体の純資産総額の70%に当たる15兆9300億円を保有し、日本株の第1位の株主が日銀第3位が年金積留金管理運用独立行政法人となった。結果的に中央銀行が大企業を優遇する状況になり、株式市場の価格形成の歪み、コーポレートガバナンスへの悪影響、 将来の量的緩和縮小による株価下落のリスクなどが懸念されている。可処分所得と GDP に対するアメリカの家計負債の比率、金融危機の原因については議論が続いている。金融の自由化、市場の自己調節機能、政府の規制の不可能性をはじめとする思想が経済学者や専門家に影響を与えたというする説。 住宅市場を支えようとする政府の介入が過度だったという説、銀行の利益団体とコミュニティグループの協力によって起きたとする説などがある。近年の研究によって有力とされる説が債務者の消費減少にある。特に家計債務の大幅な増加が景気交代につながるとする説である。債務者の家計支出の減少は 家計債務の上昇と相関関係がある。国民所得、生産環状のデータによれば GDP 成長率を引き下げた最大の理由は住宅投資の減少である。銀行危機が起きる前から家計の消費は減っており、景気交代の三四半期においても同様だった。純資産が減った人間は支出を控えることが明らかにされており、家計債務の上昇。 家計の消費の減少、景気交代による企業投資の減少や大量解雇につながったとされる。1997年から2007年にかけて家計債務が急増した地域と2008年から2009年に家計支出が急落した地域は一致する。戦後の五大銀行危機のすべてで不動産価格の高騰と経常収支の赤字が起きている。そして、 金融危機発生前には民間債務が急増したことも明らかになっている。所得格差の拡大を金融危機の一因とする説もある。特にアメリカでは金融危機前の1977年から2007年にかけての国民経済の成長は最も裕福な層が75%を得ていた。この期間の経済成長は低かったため実質的に 低所得者層や中間所得者層の賃金の停滞につながった。中間所得者層や低所得者層の購買力が低下するために借金が増え、金融機関が融資を拡大する余地が増えた。アメリカで第二次世界大戦後に発生した金融危機としては、1980年代に貯蓄貸付組合で起きた貯蓄貸付組合危機。 1998年のロングタームキャピタルマネジメント破綻、2001年の円論破綻などがある。金融機関の規制の撤廃と破産の増加に関係があり、原因には規制の弱さがあるという研究がある。FRB の金融政策は、1990年代から低金利を続け、資産価格の高騰を黙認したとして批判されている。 1998年のロシア財政危機やロングタームキャピタルマネジメントの破綻の時期も金利を下げている。ドットコムバブル崩壊後の2002年にグリーンスパン議長は資産価格を下支えするという発表をしてグリーンスパンプットと呼ばれた。金融機関ではグリーンスパンの発表を受けて FRB は資産価格上昇を抑制せずバブルが崩壊した際には 救済をする方針であると解釈した。金融機関は危機に備えて現金や資産を蓄えておく必要はないと判断し、レバレッジが拡大した。アメリカの銀行によるロビー活動を一員とする研究がある。貧困層に融資をしていた最大手2社のカントリーワイドフィナンシャルとアメリクエストは2002年から2006年に かけて3000万ドルを献金とロビー活動に使い、サブプライムローンを規制する、可能性がある、法案の成立を妨害したとされる。違法ではないが、公共の利益を損なう活動として批判された。金融危機の当初は、経済学者や政策立案者は銀行を景気交代の原因として、救済した。その後の研究によれば、家計債務の減免の方が、 金融危機の回避に役立ったというデータが集まっている。後に国家経済会議委員、住宅都市開発長官、経済顧問など、オバマ政権の当局者や IMF も住宅ローン減額を選択しなかったのは誤りと認めた。金融機関の救済を優先する政策の根拠は銀行融資説とも呼ばれる。問題は金融セクターにあり、銀行が 家計や企業への融資を再開することで経済を守るという主張となる。しかし、全米独立企業連盟の調査によれば、危機における中小企業の懸念事項は融資ではなく、販売不振が最多で、販売不振は、家計支出の減少が原因だった。また、銀行の債権者と株主は、比較的裕福な家計に属しており、銀行や株主への支援は、 限界消費成功が低く所得が増えても消費への影響が少ない人々に税金を提供することを意味する。他方、債務のある住宅所有者は限界消費成功がより高い。この点からも銀行有施設が主張する銀行への支援は家計債務の支援よりも優先度が低いとされる。銀行有施設に近い主張として銀行部門が 景気交代の原因であり、リーマンブラザーズを救済しなかったのは間違いで、あるという説も存在するが、ニーパのデータとは矛盾する。危機の際には、大きすぎて潰せないと呼ばれる金融機関をはじめとして、システム上重要な金融機関を救済するために、莫大な費用が政府から出された。その問題を防ぐための研究もされている。企業が、 システム上重要になることを防ぐシステム上の重要性は必ずしも規模だけでなく金融機関間のつながりやリスクテイク状況によっても変わるため単に規模や特定の活動を制限するだけでは解決策にならないと指摘されているそのためシステム上重要となり得る大手金融機関の合併の禁止問題を抱えがちな大手金融機関の分割 危機時に取り付けを加速させた顧客資産を担保とした資金調達の禁止、内部社情報を抱えた金融機関によるプロップトレーディングの制限などが解決策として挙げられうる。さらに多くのバッファーを設ける金融機関がシステミックになった場合には自己資本規制上の要件を強化することで資金調達上の優位性と破綻の可能性を下げることができる。 これは、金融機関にとり自己資本であるところのエクイティが、他人資本であるデッドよりもコストの高い調達手段であり、またバッファーを設ければ、破綻の確率の減少にもつながるからである。規制上、償還のないエクイティ資本ではなく、実質破綻時に、資本転換されたり、元本削減が行われる、コンティンジェントキャピタルをバッファーにすることもでき、これは、 政府救済の利点を削ぐことにつながる。金融機関の破綻処理制度の確立、システム上重要な金融機関に対し、規制当局と定期的に会合し、破綻処理計画を作成して一般に公開する義務を負わせる。実際に経営難に陥った場合の速やかな解体にはつながらないが、銀行の資産構造を整理し、破綻処理をしやすくする。 最も重要なのは政府がシステム上重要な機関の破綻を容認するというメッセージを市場に向けて発信することである。危機は脱税対策にも影響を及ぼした。危機以前は各国の税務当局とタックスヘイブンの情報交換は脆弱でタックスヘイブンにあるオフショア銀行を利用した脱税が行われていた。2010年にアメリカで 外国口座税務コンプライアンス法が成立し、内国採入庁と国外の銀行でデータ自動共有が義務化された。この法律により、国外の金融機関はアメリカ市民の口座について報告が義務付けられ、参加しない場合は経済制裁が課せられる。アメリカに続いて、各国でも同様の取り組みが始まり、2017年以降に自動共有の普及が進んでいる。 ありがとうございます。